ハードな腹筋やプランク必要ありません。立ったまま1週間で5キロ痩せた方法があるんです。頑張って食事減らすけどなかなか体重は減らない。ランニングするけど全然痩せない。食事を減らしたら便通が悪い。腹筋頑張っても首が痛いし翌朝腰が痛む。ダイエットは頑張れば頑張るほど実は逆に進んでいくんです。1ヶ月で5キロ減ったんだけど6キロリバウンドした。食事を減らしたら便秘になって肌荒れした。いろんな筋トレ頑張りすぎて慢性的な腰痛になった。1週間食事制限したら次の週に暴飲暴食が始まった。実は頑張れば頑張るほど反動が起きるんです。今回は無理せず健康的に体重を落とすために役立つ立って行うエクササイズ、タートルワークアウトを紹介します。1週間のプログラムになっていますので毎日違うメニューを行うことで飽きっぽいあなたでもぴったりです。痩せたい、体重減らしたい、無理な運動は続かない、食事制限もあまりしたくない、自分にぴったりな運動なら習慣化できそう、一つでも当てはまったら今回の動画見る価値ありです。今回のプログラムでは確実に代謝を上げるために太ももの前側、後ろ側、お尻、この筋肉を使うことで代謝が確実に上がって脂肪がメラメラ減っていって理想の体型早く近づいていきます。メジャーがある人はまずウエストをチェックしていきましょう。おへそのあたりを一周回してみてください。軽くキュッと引っ張ってもらって測ります。この出た数字覚えておいてください。次に柔軟性のチェックです。まずは足を気をつけして前屈をしてみてください。どのくらい膝が伸びた状態でかがめるか覚えておいてください。次に体を横に倒してみましょう。お腹の横側、ここが硬いとくびれができなくなってウエストが太くなってきます。この体の倒れぐらい覚えておいてください。今度は体をひねってみてください。お腹周りがどれだけ体がひねれるかしっかり覚えてください。忘れないようにコメント欄を使って今の状態記入しておいてください。それではエクササイズスタートです。1日目、運動が苦手な人は肺活量がないです。肺が強くなれば息があまり上がらなくなり疲労感があまりたまらなくなってきます。1日目はしっかり肺を強くしていくための全身運動です。まずはその場で大きく手足を持ち上げて動きましょう。大きく足を上げて体を動かしてください。たまに手と足一緒になる方いますからよく見て足が上がって反対の手を振ってください。足を高く上げることで股関節の屈曲、股関節の可動域がね良くなってきます。スクワットとかその他のね下半身の運動をする際は膝を曲げますからその動きがスムーズな方が行いやすくなってきます。同じリズムで手足を動かしてください。その調子です。はい、 OK です。今度は足を大きく開きましょう。手は腰、このまま体を横に動かしていきます。膝をしっかり伸ばしてもらって体重移動をしましょう。これで動く際のお尻の横の筋肉を使うことができています。いわゆるこの横の筋肉強くなると体幹部が強くなることにつながります。まずは体を大きく動かして軽く息を上げること、これが初日の課題です。できるだけ大きく吸って大きく息を吐いてください。酸素を吸う量が少ない場合カロリーの消費が悪くなってきます。いっぱい吸っていっぱい吐く方がカロリー消費がいいです。はい、今度は前後に足を開きましょう。そしたら前後に動きます。できれば膝をしっかり伸ばした状態で体を動かしてください。こういった日常的にやってるようでやってない動きっていうのがすごくやっぱり大事になります。体を反ることとかあんまりありませんよね。これ後ろに体重するときに体反ってますから、こういう反る動きっていうのは背中の筋肉大きく使っています。一般的に言われているのはあまり使ってない筋肉を使うことで5倍痩せやすくなるって言われてます。すごいですよね。マイペースいいですからね。はい、いいですよ。次は反対向きですね。反対の足を前にしてもらって動きましょう。後ろに体重を乗せるときはちょっと体を反るようなイメージです。
やってみてください。そうすることでしっかり腰、背中使うことができます。いいですよ。その調子でいきましょう。毎日少しずつ無理なくやっていくとね、1週間は習慣にできますから、いきなりきついメニュー続かないですよね。レベルがねちょうど進んで上がっていくようにね、運動メニューを組んでますから。よっしゃ、オッケー。そしたら今度はですね、片足立ちで足をいろいろ動かしてバランスをとっていきましょう。バランスをとるっていうのはフォームを作る上ですごく、ね、大事になります。でバランスがね悪い状態でフォームってなかなか作れませんからね、いろんな足の動かし方してみてください。だからね、片足でバランスを取るっていうのは運動神経がねすごく良くなりますから、この鈍いほどねやっぱり運動にストレスを感じます。神経がね優れてるほど運動にストレスを抱えなくなります。楽しくなります。結構きついですよね。ちょっとですよ。はい、OK。今度は反対足ですね。バランスを取っていきましょう。はい。ちょっと膝がね、曲がってていいですかね。ピーンと伸ばすとちょっと難しいかもしれませんね。ちょっと曲げた方が、まあ、踏ん張りやすいかなと思います。バランスをまず取っていきましょう。まあ、なかなかね、やっぱり体重を減らすって難しいですよね。今の体重を維持しようとしますから、まあ、そこをね、やっぱり代謝を上げるためには、あんまりやらない動きをね、やっていく。代謝を上げる。まあ、水をしっかり飲むとかね、ああいうのも大事なんです。ね、あとちょっとですよ。はい、 OK。 で今度はですね、交互に足を外に回してみましょう。交互に足を、まあ、ちょっと手を使いながらね足を回してもいいと思います。関節を開くってことですね。日常的にはね、あんまり足開かないですよね。なのでね、ゴリゴリになるかもしれませんが、関節を開くっていうのはすごい大事で、開くようにできているのに、日常的にはね、あまり開かないとなると、だんだんね、股関節が内側に向いてしまって、骨格変わってきますからね。やらない動きがね、大事ですね。よし、OK。今度は高く足を上げていきます。もう胸にね、ももがつくぐらいできるだけ抱えてみてください。くっくっ、息しっかり、腹筋もすごい使ってますよね。相当いいですよ。体がもう熱くなってきましたよね。ぐっぐっ、足上げて、そうそう、いいですよ。その調子、だんだん体が温まってきましたよね。あ、ちょっと、よし、オッケー。それでは2日目頑張っていきましょう。足を横に出しながらバンザイしていきます。いきましょう。大きく動くことが痩せることの大事なこと。頑張っていきましょう。1日目でね、だいぶ心肺ついてきてると思いますから、これを毎日1日ずつクリアしてもらって、1週間後に測定してみましょう。体重っていうね、数値だけでもなくね、サイズっていう感じで、ね、変わってきたり、
肩こり、首こり、腰痛、そういったのもね、変わってきますからね。息をしっかり吐いて、よし、今度は肘を引きながら足を交互に動かします。いきましょう。できればね、握ったものをひねりながら肘を引く。そうすることでしっかり背中の筋肉使えますからね。この1週間はどれだけ大きく体を動かすかによります。これで代謝が上がるか上がらないか決まってきます。もちろん1週間続けてね、習慣になればそのまま1ヶ月続けたらもうすごいことですよ。後半はね、腹筋も使っていくようなメニューも入ってますからね。1週間で体が仕上がります。よし、OK。 そして今度は手をひねりながら足を上げる。交互に、行きましょう。楽にね、息を吐きながら、ふっ、音いいですよ。ぐっぐっ、その感じでいきましょう。この運動ってね、体が熱持つ方がいいんで、結構厚着してやったりね、サウナスーツある人はそれ着てやるとね、さらに効果的になります。あとやっぱりね、日常的にいっぱいお水を飲むといいですね。よっしゃ、 OK。 今度は足を2回ずつ上げる。結構きついですよ、頑張って。2回目はとにかく早く上げる感じ。1、2、1、2、1、2、しっかりね、地面を蹴って足を2回目上げる。やっぱりこの瞬発的に体をね、動かすっていうのは大きな筋肉を使ってますから、ゆっくり動くよりやっぱり早く動く方がね、いい筋肉がつきますからね。瞬発系が、自重の場合はね、これぐらい早く動いてね。よし、 OK。 そして今度はね、交互にケン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 、リズムよく少し膝曲げて、こういうリズムっていうのはね、意外とリラックス効果があるのに運動効果も高いですから、遅いですよ。結構縄跳びとかってね、こういう跳ねる動きっていうのはすごい消費カロリーですからね。全身力を入れて浮き上げるんでね、結構息が上がってきますよね。いいですよ。よーし、 OK。 今度その場で反復横跳びを軽くしましょう。幅はちっちゃくていいです。パパン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 、こういうイメージ。これすごいね、動きが大きいですからね。こうやってね、手も使うとさらにね、めちゃくちゃいい有酸素運動になりますからね。手がだるい人はね、下に置いたままでもいいです。できる人は上、ヨガマットぐらいでね、サイズで OK。 早く動くことがね、大事ですからね。いよいよ、あーしょっけ、結構カロリー使ってますよね。今度はね、交互に足を振りながら手も振って、交互に
手足を踏み、結構息がね上がってきますよね。これね、こういうね運動メニューよくね、まあ、世代皆さん我々同じ世代だと思いますけども、40代だと思うんですけども、ビリーザブートキャンプってね、昔あったんですが、それの次に出てきたね、結構激しい有酸素系の動画がね、こういう感じのことばっかりでしたよ。飛びながらとかね、やっぱなんだかんだ痩せるんですよ。やっぱりこう脂肪を覚え、こういう燃やす運動っていうのは、まあ、筋トレじゃなかなかね燃えないと。あーしょっけ、今のそしたら、ね、今度ね軽く飛ぶ、こういう感じ。まあ少しね膝が曲がれば OK。しっかりね、もうこの初めの3日ぐらいで、とにかくね肺を強くしていかないと脂肪がやっぱりね燃えてきません。同じようにね一呼吸しても脂肪燃えやすい人はいっぱい吸っていっぱい吐いてるんですが、脂肪燃えにくい人は、ね、呼吸がやっぱ浅いんで、大きく吸ってもねやっぱ取り込めないんですよ。ちゃんとしっかりね息を上げることをした方がカロリーも脂肪も燃えます。おーしょっけー、よっしゃ。で今度はね手を添えてここまでももを上げる、ここまで高く目標を作って足を上げる。この足上げる運動はね腹筋すごい使ってますから、腹筋とね太ももの筋肉、お尻使ってます。これをコツコツねやってったらみんなも激痩せ確定ですよ。ちゃんとやった場合はいよいよその調子いきましょう。ちょっとよーし、 OK。 それでは3日目やっていきましょう。肘膝をクロスしていきます。しっかり足を上げて体をひねっていきましょう。グッ、あんまり手だけをね、下ろさないように体ごと背中を丸めて斜めにグッと、一回ずつね、息をハッハッと吐くイメージで、そうそういいですよ。もうだいぶ体が動けてると思います。いよいよ、よっしゃ。そしたら今度はですね片足を振っていきます。こういう感じ、バランス取りながら。結構これ難しいですよね。片足立ちってすっごい筋力使ってますからね、やっぱり倒れないようにね足のいろんな筋肉使ってます。これでバランスを取りながら、結構ね足だるいですよね。これちょっとバランス取りながら、そうそういいですよ。しっかり足抱えて、よっしゃー、いいよいいよ。うわ、バランスがいりますね。よし、よし、 OK。いやー、足にきますね。やっぱ足がだるくなるとね、バランスが悪くなるんでね、それだけ鍛えられる。反対。よっしゃー、いよいよ。しっかりね、下半身、鍛えていきましょう。もも、もも裏、腹筋、使ってますからね、これ。大きく深呼吸しながら行きましょう。
コツコツやれば確実にね、痩せていきますしね、代謝が上がってきますからね。背筋だけでも背中の筋肉も使ってますしね。おっしゃー、オッケー、しゃー、ベリーグッド。今度は気をつけの状態から足を広げたら手を上げる、閉じる、これを繰り返します。はい、テンポよくですね。自分のペースでいいですからね。大きく体を動かすことで脂肪燃焼効果が上がります。結構ね、45秒って長いですが、慣れてきたらね、全然出ます。いよいよ大きく動いて、やっぱりね、簡単な運動ではなかなか痩せられませんからね。頑張ったら少し、うわ、あーし、オッケー。よっしゃ、今度はね、足踏みしながら前にパンチ、足踏みしながら斜めにですね、斜めにパンチ、肘しっかり引いていきましょう。しっかり肘引きながら反対の手を出す。呼吸を戻しながら、いよいよどんどん脂肪を回していきましょう。歩きながら、いけるいける、ガチでダイエットしましょう。行きましょう。あーしょって、じゃあ今度は足をね、大きく振りながら手をクロス、手をね、上下クロスしましょう。まあ、このね、手足のね、リズムはバラバラでもいいです。手は速くてもいいし、ゆっくりでもいいです。自分のペース、とにかく大きく体を動かすことがね、大事ですからね。いよいよちょっと、よっしゃー、よーし、よっしゃー、はい、膝を少し曲げて、今度は体を振ります。グッグッグッ、軽くね、バウンドしながら、あんまり前かがみにならないように胸を張って体を大きく振ります。手だけね、振らないようにですね、体ごと、音を振っていきますよ。そうすると結構体まっすぐですよ。一回ずつ息吐いて、いよいよまた少し、あと少し頑張って、 OK。それでは4日目いきましょう。まずはカニ歩きです。中腰で横に動いていきます。いきましょう。できるだけ低く、ヨガマットぐらいの幅でもいいです。中腰で動きましょう。お尻の横をね、使っていきます。そしてずっと膝曲げてるんでね、結構太ももの筋肉使っていきますからね。余裕がある人は手を踏みながら、リズムよくいきましょう。やっぱ立ってやるメニューはね、なんだかんだ痩せますよ。やっぱ運動のね、消費量がすごく大きいんでね、日常的に痩せにくい人、運動不足の人、続けていきましょう。 OK。 で、今度はその場でテンポよく、パッ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 
かわいいじゃん。足を横に出してウエストをねひねります。1、2、3、1、2、3っていうイメージで、こういう感じね。まっすぐ歩くだけだったらね、やっぱり使われる筋肉限られますが、体をねしっかりウエストひねることでお腹周りすっきりしてきますからね。毎日ね、今7日間プログラムになってますから、これを日々ね繰り返していくことで確実にね脂肪が燃えていきます。 OK。 今度その場で手を振りながら腰を振っていきます。できるだけ振って、ふいふいふい、これ結構きついんですよね。息が結構上がりますからね、まあ、これね早ければ早いほどウエストをねひねれますけど、あんま早いときついんで、まあ、マイペースでいいですよ。マイペースで体を腰をねひねってください。動かしにくいよっていう人は筋肉がね硬い弱いっていうことがありますから、やっぱここが柔軟になるとねウエストすっきりしてきますからね。よーし、オッケー。おー、胃に来た胃に来た。今度はね膝を外内外内外に回したら内に回す。できるだけ足をね高く上げる方が効果的です。結構腹筋使いますからねこれね。で、股関節のね動きが良くなりますから、この股関節ってね下半身と上半身をつなぐ部分なんで、ここが硬いとやっぱりねこの骨盤が歪んできたりね傾いたりしてね、お腹出てしまう姿勢が作られますから、しっかり股関節周りをね動かす鍛える必要がねやっぱありますね。いいですよ。オッケー。で、今度は手を上に上げましょう。手をね前に出しながらお腹を締める。ふうふう、こういう感じ。ふうふう、こういう感じ。体全体でね、うちわみたいにね仰ぐようなイメージ。この時に骨盤をねクッくっと動かすといいですね。そしたら腹筋、背筋ちゃんと使えますからね。これ意外にきついですよね。腰が硬い人は丸くね、なりにくいですよね。腹筋弱いと締まりにくいよね、これがね。OK。よっしゃ、今度はね、左右に軽く飛んで体重移動をしましょう。ボウリングの球をね投げるようなイメージ。これ結構下半身鍛えられるんでね、めっちゃ効きますよ。グッグッ、止まって少しね下がる感じ。グッグッ、いよいよその調子でいってみよう。グッ、そうそうそう、テンポよく低くグッグッ、よしよっしゃ。このコツコツやることはね本当に大事。よいしょ、よし、オッケー。よっしゃ。で、今度はねこっから横にパンチしながら足は後ろ、斜めに手を上げながら脇腹をしっかりね使っていきますよ。グッグッグッと体をひねりながら、ここ横をねしっかり伸ばしていく。グッと、そうそうそう、よっグッグッグッ、
事故になるようには引っ張らなかった。よいしょよいしょよいしょ、4日目ラスト、軽く小走り小走り、その場で軽く小走り、よっしゃ、できるだけ手を振ってね、やっぱこういうね同じリズムで動く運動って結構気分転換に、ね、なるっていうのがいいよね。やっぱりね、まあ、こういうのってね目をつむってもできるんで、意外とね目をつむってやったらね、こう体のね使い方っていうのがこう、あ、ここ今筋肉使ってんだなっていうのが結構わかると思いますね。軽く目をつむってやると動きと急にね意外と意識ができますね。目をつむって、あ、ちょっと、おー、オッケー、5日目頑張っていきましょう。まずは足を左右に振りながら前にパンチです。いきましょう。息を吐きながら足を横に持ってて、しっかりね脇腹、肩甲骨から腕を伸ばす。しっかり息をね上げていきましょう。しっかり肘をねグッと引いて、反対をしっかり伸ばす。いいよいいよ、あーし、オッケー。今度はね反復横跳びしたらスクワット、マイペースでいいですからね。ぴょんぴょん、しゃがむ、いってみよう。ふい、ぴょん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 、マイペースでいいよ。体力に自信がない人は少しだけしゃがめば OK。 頑張れる人は深くいってみて。いいよいいよ、よーし、 OK。 よっしゃ、今度は二の腕、背中使っていくよ。縦に足を開いたら肘をつく、引く、横、上げる、横、やっていくよ。同じ方ばっかり、いきましょう。ゆっくり見ながら、引く、横に引く、まっすぐ上げる、横に上げる、4歩あるよ。立って横、立って横、しっかりね肩甲骨を意識して、いよいよ、はい、オッケー。反対も同じようにやっていくよ。ポイントはね息を止めないように、そして肩甲骨をねグッと寄せるイメージですね。ここをね、いきましょう。はい、立て横、立て横、マイペースでいいよ。わかんなくなりますからねこれね。横、引く、横に引く、まっすぐ引く、横に引く、いいよ。はい、オッケー。よっしゃ、今度は手を回しながら後ろに足を伸ばす。ふう、ふう、ごいね。息を吐きながら胸、この前鋸筋ですね、脇下、背中、しっかりね動かしていくよ。胸を張りながら、だんだん猫背になっちゃうからね、それをしっかりね胸を張る。よーし、 OK。 今度はね足踏みしながら手をね
交互に動かしていくよ。顔は正面で OK。 いってみよう。顔は正面で両手しっかりね、お尻の横まで持ってくるイメージ。足は無理に斜めにせんくてもいいよ。上半身だけをしっかりね、横向くぐらいのイメージ。いいよ。息を吐きながら温まってきたよね。よし、 OK。 今度足を開いてみてください。このままね、手を合わせて交互に前屈、交互に前屈、いってみよう。できればかがむ時にね、できれば背中が丸くならないように、胸を張ったまま前屈できたらね、しっかりもも裏を伸びます。難しい場合はね、まずは前にしっかりかがむぐらいでもいいです。ふっふっふっ、 OK。 よっしゃ、5日目ラスト。大きく腕を振って歩いてみて、しっかり股関節からね、足を高く上げること。いってみよう。軽くリズムをね、こうグッグッとお腹に1回ずつ力を入れる。いいよ。息を吐きながら、グッ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 。よし、 OK。 6日目頑張っていきましょう。まずは体を斜めにしたら、肘膝つけていきましょう。いきましょう。3回ずつ、3 1 2 3 4 1 2 3、しっかり肘引いて、1、2、3。そうそうそう、ウエストしっかり絞っていきましょう。もう6日目あんなもうね、みんな動けてるはずですから、しっかり息上げていこう。よーし、 OK。 今度は手を組みましょう。このまま膝を手の間に入れる。高く足上げてね、いくよ。しゃあ、いってみよう。いいよいいよ。大きく万歳から落とす。テンポよく、しっかり大きく体を動かして、どんどん脂肪を燃やしましょう。いよいよ息上げていこう。あーし、 OK。 じゃあ今度はね、気をつけたら足を開く。後ろに手を回しますよ。結構きついからマイペースでやってみよう。膝の屈伸運動をしながら手を後ろに回すイメージ。手をね、回すだけじゃなくてね、膝を使ってね、手を楽に回してみて。結構肩がね、だるいかもしれんけど、だるくなったら下ろしていいけんね。ゆっくりゆっくり肩の力を抜いて動かして。よし、 OK。 今度は左足を斜めに出したら、斜めに右をパンチ。体をしっかりひねっていくよ。いってみよう。パンチパンチ。足ついてからひねるね。ついてからひねる。しっかり体をひねる。遠くにパンチ、真横にパンチするぐらいの気持ちで。いいよ。
かり脂肪をね1週間で燃やしていこう。よし、オッケー。じゃ今度はパンチパンチしたら戻る。パンチパンチ、前足をね一歩踏み込んで2回パンチしたら戻す。1,2で戻す。いってみよう。手の高さは自分の顔の高さ。テンポよくしっかり手を伸ばして、肩甲骨しっかりね手を伸ばしたら剥がれますからね。いいよ、その調子で息吐きながら。よーし、オッケー。じゃあ今度は一歩踏み込んだら戻る、踏み込んだら戻る。手のハンドルね楽にやってみよう。いくよ、よっしゃ、戻る。手のリズムに合わせて、いいよ、手のリズムに合わせてしゃがむ、1回置く、しゃがむ、リズムよくいきましょう。よーし、オッケー。で今度はね足を開いて少し膝に手を置く、バランス取ったら踏ん張る、バランス取ったら踏ん張る。いくよ、よし、ちょっとバランス取って足ついたらちょっとしゃがむ。これ結構きついよね。ケツの横しっかり使ってしっかり踏むからね。これお相撲さんが下半身強いのはこれだよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よーし、オッケー。よっしゃ、今度はね片足でバランスをとってみてください。いろんな位置に足を動かすバランストレーニングです。できるだけゆっくり足をあっちこっち動かしてみて。結構きついよね、もうね。これが結構効くんだよ、片足立ちでゆっくり足をね動かすと。うおー、もも来てる、もも来てる、ももに来てるとねバランス崩れるからね。楽に楽にと。おお、あーしょね、長い、30分じゃなくて30分長いね。今度は反対足です。いくよ、深呼吸ですね。スライバー決めてもいいからね。いくよ、いってみよう。ゆっくりゆっくりバランスを取りながら、楽にしながらでもしっかりねバランスを取る筋肉は使いながらゆっくりゆっくりやってみよう。いいね、いいね、そうだよ、そうだよ、いいね。バランス取ってみて、しゃあ、いいよ、ゆっくり、あぶね、あーし、オッケー。よし、今度はね楽に楽に体をね動いて、軽いウォーキングのイメージで前後に動いてみよう。よし、楽にね、まあ、軽くね上下にこう動くイメージで、こういうイメージで肩の力抜いて、まあ実際に走るときはねあんまりこうしたらしんどいんだけど、今はちょっと別なんでね、軽く肩を動かしながら楽に息を上げて全身使いましょう。よし、オッケー。で今度は大きく動くよ。1,2と片足ずつ踏み込んだら上げる、踏み込んだら上げる、いきましょう。踏むと同時に高く上げる、そしたらしっかりね
腰が丸くなってお腹がね引っ込めれてお腹へこんだ姿勢がね作れますからね。踏み込んだら手を振りながら、よっしゃー、今度反対行ってみよう。しっかりね踏んだ瞬間に上げる、足上げる方の手は振り下ろしますよ。行ってみよう。よっしゃ、瞬発的な運動なんで、あー、しょっけー。よし、次大きく大きく大きくこうやって足上げるよ。できるだけ高くいってみよう。できるだけ胸にももがつくぐらい瞬発的な足上げで、いいよ。あとちょっと OK。 7日目最終日、頑張りましょう。まずは気をつけした状態から手足広げて戻る、これを繰り返します。繰り返していきます。もしジャンプがね難しいお家とかの場合は、まあこんな感じでもねいいです。いける人はジャンプ大きく動いてね、最終日ガンガン脂肪を燃やしましょう。いよいよリズムよく、大きな動きの方が脂肪が燃えますからね。よし、オッケー。呼吸戻しながら次はその場で足踏みをマイペースでいいですからね、ゆっくりやっていきましょう。きつい方はね歩いてもいいです。いきましょう。もうガンガンね、やっぱりね運動量が少ないとなかなか痩せません。やっぱりしっかりね息がね上がって運動量が多い方が脂肪もカロリーもね使えますからね。足の向きがね変にならないようにまっすぐ膝を動かして、よーし、 OK。 じゃあ今度は気をつけから一歩ずつ横に踏み出して手は万歳、一回呼吸を戻していきましょう。息をね整えながら、きつすぎてもね続かんって痩せないからね。やっぱり腕だるいよーって人はね、まあ、これでもいいです。肩が硬い人ほどねだるくなりやすいから、動かせばね楽になるんだけど、やっぱきついとね続かないからね。あーしょっけ。今度はクロスして足を戻す、2、3、4、こういう感じ、同じ方向ばっかりいいですよ。つまずかないように注意ですね。内側内側後ろ、リズムよく4、1、2。これちょっとね頭を使いながらリズムを取るっていうのは意外とね疲れを感じにくかったり気分転換になるからね、結構ねおすすめ。あーしょっけー。今度前後にステップするよ。ぴょん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 、前後に前足から動く、後ろ足から戻る、いいよー。
これもね、わからんくなってくるからね。前足から進んで後ろ、後ろから戻って前。あんまり足がね、こうついてこないようにね、同じ幅を保つ。進んだ分だけ後ろも進む。戻った分戻る。よーし、OK。で、今度は足を横に上げたら前に伸ばす。横から前、横から前、お尻鍛えていきますよ。いきましょう。横から前、横から、ちゃんとお尻がね、前を向くように。そしたらお尻の横、弱ってる中殿筋が鍛えられますよ。横に上げたら前、これバランスがいるから体幹鍛えられるからね。バランスが悪いよって人は体幹がちょっと弱いかなっていうのがあるね。ここから前、ここから前、 OK。 よっしゃ、今度は膝を前前後ろ後ろ前、交互に2回ずつ。さあ呼吸戻していきましょう。よし、足をね、ついたらすぐ上げる。地面をちょっと蹴る感じ。つま先でね、ピョーン、ピョーンってイメージ。しっかりね、息吐きながら、お腹引っ込めながらすると、お腹をへこませる腹横筋が鍛えられますからね。よーし、OK。よっしゃ、今度は気をつけから横に倒したら戻る、横に倒れたら戻る。お腹の横鍛えていくよ。しゃあ、よし、行きましょう。一回ずつ息吐いて、ふう。やっぱ立って動くメニューがね、一番体がね、全身使えるからいいんでね。寝たままのメニューとかで痩せにくいよっていう人はね、立ったメニューにレベルアップするのがやっぱ大事。もう7日目だからね、結構余裕だと思うけどね。よし、 OK。 で、今度は足を横に出しながら胸をグッ、手のひらを返しながらね、グッグッ、胸広げるよ。この背中がね、やっぱ動かなくなると猫背になって、呼吸が浅くなって、カロリーの消費が激減します。カロリーって呼吸でね、消費しますから、呼吸が少ない、呼吸が浅い人はね、カロリーの消費がすごい悪い。しっかり呼吸をね、意識して。よっしゃ、 OK。 よっしゃ、今度はこの場でちょっと膝曲げて、クロールをします。クロール、泳ぐようなイメージ。でも遠くに伸ばしていくよ。遠くに、クロール。ちょっと余裕ができると、腰を回しながら自然とね、手が動くようなイメージ。手だけだったらね、胴体そのまま固まってるんだけど、胴体を動かしながら、うまくね、動かしてみて。クロール。よーし、OK。で、今度は平泳ぎです。でも手のひらが上。こういうイメージ。遠くに伸ばしたら、胸を張る。これもしっかりね、胸の筋肉が広がって、背中の筋肉が動きますからね。呼吸が深くなるよ。息吐きながら、よいよ。よし、OK。あとちょっと。足
足広げましょう。手広げましょう。このまま体重移動。体重の下結構お尻をね使う感じ。足を上げてるときにお尻を鍛える。体重支えてる方もお尻を鍛えてます。もし腕がだるい場合はね、下ろしたまんまでもいいです。できる人は手を上げたまんま、大の字がね崩れないようにバランスよくいきましょう。おーし、オッケー、いきますよ。はじめにやったジャンピングジャンプ、気をつけたら万歳、気をつけ。もう一回息上げていきましょう。あとちょっとですからね。いきますよ。よし、なんだかんだやっぱこういう運動がね一番痩せる。本当にもう1週間メニューをね1ヶ月ぐらい続けたらね、もう確実に体重が減ってくるからね。やっぱり部分的な運動よりもね、全身使う運動が結局痩せる。部分的はね痩せてからでいいんですよ。よーし、オッケー。はい、最後呼吸を戻しながら軽くウォーキング。これやんないとね、疲れて終わるとね、疲れたーって気分になっちゃうから、リセットしてから終わることが大事。呼吸を戻しながら、クールダウンしない人はね習慣化できにくいんですよ。やっぱ疲れたーって終わっちゃうから、疲れをねできるだけ取って終わるのがね、運動やってる人は続く理由。呼吸が戻ってきたら足ゆっくりしていいですよ。ちょっとよし、 OK。 1週間メニューお疲れ様でした。最後までできた人はね本当にすごいと思います。全部できたよって人はコメントでね、できたって教えて。これを日々続けていくことで確実に体力、心肺能力、脂肪の燃焼、体重の減少、筋肉のバランスが良くなって体も引き締まってくるんで、日々続ける人は何月何日スタートって教えて。ちょっと待って、現在期間限定で説明欄から LINE 公式を追加すると悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座13カリキュラム、反り腰解消美脚講座18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、この全てをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。